過去最強と呼ばれてたじゃないですか。でも実際使ってみて、あれそんな強くなくねっていう風に思った人たくさんいると思うんですよね。過去を使ってみたけどちょっと難しくて無理かなっていう人に向けて、今回使い方と、まあ、立ち回りもね含め解説していきたいなと思います。でね、やっぱりね、その大したランクもない人がさ、タコをこうやった方がいいよとか言われてもさ、はぁっていう風になるじゃないですか。ということで、ちょっと僕サーベルタイガーになってきました。はい。本当にね、めっちゃ大変だったんですけど、まあ、サーベルタイガーまではなんとかタコで方法勝ち上がってこれたんで、ちょっと言えるかなって。でですね、タコの基本的な立ち回り方なんですけど、まあ、外大人格の巡視者を使いつつ、まずは存在感を貯めるっていうことがね、すごく重要になってきます。まあ、存在感を貯めると同時に、まあ、まずは一人ね、集中して、落とすと。釣りに行くということですね。で、巡視者の使い方なんですけど、巡視者ってすごく使うの難しいんですよね。移動が早くて、もう、視点、ね、どこに、サバイバーがいるのかわからんみたいな状況になるじゃないですか。でも、巡視者って、一回サバイバーを見失っちゃったら、すぐに立ち止まって、方向転換して、サバイバーがどこにいるのかっていうのを確認して、それでレッツゴーっていう風にやんないと、捕まえるの難しいんですよね。止まって、サバイバーがどこにいるのかっていう確認するだけでも、すごい巡視者って当てやすくなるんで、ほんとぜひね、試してみてほしいです。で、まあ、救助されても、本当に確実に一人は落としに行くっていうスタイルが、もう、これどのハンターにも言えると思うんですけど、大事ですね、本当に。で、まあ、中にはその空軍とかオフェンスとか、そういったキャラクターなんかは、もうスルーしちゃっても全然いいと思うんですよね。状況に、まあ、もちろんこれはね、状況によりけりではあるんですけど、まあ、基本、空軍とかオフェンス狙っても、もう あの人たちはね、捕まってもなんぼの職業だから、もう別にね、放置してもいいと思うんですよね。全然放置でも僕はいいと思います。まあこのあたりはもう本当状況を見ながらっていう行動にはなるんですけど、これタコ使った人はちょっとなんとなく体感で分かってるかと思うんですけど、ロケットチェアマリの触手っていうのは本当に消えるのが早いんですよ。ですね。だいたい15秒くらいで消えちゃいしまうんで、このあたりも注意しながら、種のね、栽培を、こまめにしてください。これも一つちょっと、まあ、豆知識みたいなものなんですけど、触手の方向って基本的に一番近いサバイバーの方向に向いてるんですよ。例えば、こう、耳鳴りしている状況であれば、意味もなくね、触手を出すと、触手の方向に、サバイバーがいるんですよね。だから、見失っちゃったなって思ったら、触手を一回出してみて、あ、こっちか、みたいな。これも、触手を動かした時にも、サバイバーのいる方向に向くんで、それもね、参考にしてみてください。これほんと知ってるだけで、サバイバー見つけやすくなるんで、ぜひぜひ、試してみてください。で、もう、これも、どのハンターに共通して言えることではあるんですけど、強ポジでぐるぐるされたりとか、で、なんかもう、すごい逃げる、みたいな。どんだけ逃げんの、君、みたいな人いるじゃないですか。で、そういう人たちは、もうほんと深追いしないっていうことですね。だからもう暗号機3個以下やったら、ちょっと追うのをやめるとか、そういう風にしていかないと、ちょっとね、一人のサバイバーに永遠と追いかけてって、なんか結局負けましたっていうのだと、もうめちゃめちゃ腹立つじゃないですか。だから本当に、なんとか引き分けにね、持っていくように、他のサバイバーにね、目移りする。っていうのも、一つね、ハンターとしては重要なことだなと思ってます。タコの内在人格についてなんですけど、二つに分かれるのかなと思ってて、で、一つは傲慢と能腕をつけるっていう方。これもね、すごく使いやすいんではあるんですけど、慣れたらできればこっちの能腕といたわり高速化まで取った、人格の方がいいですね、やっぱり。結局、いたわりの高速化とかないと、追いつけるものも追いつけなくなってしまうみたいなことも割とあるので、ノーワンを取りつつ、いたわり高速化っていうね、のはすごく強いんですよ。だから、慣れてない人だったら、
まずは傲慢と能腕でちょっと試しでやってて、でそのうちちょっとね慣れてきたら能腕と板割り高速化まで取った縦一直線のね能腕と、まあ閉鎖空間ですね、閉鎖空間のあの一直線をこうやってみるといいのかなと思ってます。獲物を追う方とか、あ、まああるみたいなんですけど、実際獲物を追うってあの触手出したら消えちゃうんですよね、効果がね。っていうのはすごくちょっとタコとは相性が合ってないのかなと思ってて、あまりちょっと個人的にはおすすめはしないですかね。っていう感じですかね。まぁ、あ、ちょっと一気にバーってね、喋ってみたんですけど、やっぱね、タコってすごい可能性のあるハンターだと思うので、タコを使ってみたけど、ちょっと俺には無理かなって諦めちゃった人も、ぜひぜひもう一回ね、使ってみてくれたら嬉しいです。今回はちょっとね、偉そうに喋らせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。また見てください。